カナダ空軍の極技飛行隊、スノーバーズの CT-114 カナディア CL-41 チューターは、カナダのカナディアが開発したジェット練習機。すでに第一線を引いているものの、登場から半世紀以上経った現在でも運用されている。なお、チューターとは、家庭教師という意味。カナディア社の自社資金により開発が進められ、 試作初号機は1960年1月13日に初飛行した。翌年9月にはカナダ空軍が CT-114 の名称で190機の導入を決め、1963年から1966年にかけて引き渡しが行われた。並列複座式のコックピットと t 字尾翼を採用しているのが外見の特徴で主翼は 低翼配置の直線翼。エンジンは、ゼネラルエレクトリック J85 ターボジェットエンジンのライセンス生産系を一気搭載している。主翼下にハードポイントを装備し、武装可能とした兵器訓練、軽攻撃機型 CL-41G も存在する。カナダ空軍では運用中に何度か近代化回収を加えられたが、CT-155 ホークと、 CT-156 ハーバード2の配備により2000年に練習機としての運用を終了。現在は極技飛行隊、スノーバーズで運用されているのみとなっている。カナダ以外ではマレーシアが CL-41G を20機導入し、スズメバチを意味するて、ブアンという愛称をつけた。こちらも1980年代半ばに退役している。ありがとうございます。